です。5秒前、3秒、1つ目の準決勝戦9レーススタートしていきました。10のスタート、2番の松尾、3番の竹中、渡りスタートを切っていきました。30メートルのスタートですが、インコース5番の西村龍太郎か、6番の久門、8番の新井啓太、どうした、まだまだ8番手、車が進んでいません。4コーナー立ち上がってレースは3周目です。2番手に上がってきたのは5番の西村龍太郎、3番手浮上は6番の久門徹、その時8番の新井啓太ですが、まだまだ7番手のうち最後方に下がったのは4番の辻大樹。4コーナー立ち上がってレースは残り半分を切っていきます。1番西久保は3番手に下がった、5番の西村、6番の久門、先頭5番の西村龍太郎、今年の初優勝を決めます。2つ目の準決勝戦10レース準決勝スタートしていきました。10のスタートです。2番の赤堀、3番の西村義政、枠なりでスタートを切っていきました。30はインコース、5番の阿波が行きました。8番の篠原が5番手に上がってきています。7番の須波ですが、8番手から一気にまくっていこうとしています。7番の須波も加速していく、篠原を追って、ここは5番手浮上となった。2番の赤堀のインコース、8番の篠原淳が上がってくる。2番の赤堀が3番手交代、その時須波は4番手、3番手争いですが、2番の赤堀に競りかける7番の須波、須波のまくりが届いて3番手浮上となりました。インコース狙ってきたか、入れない、まくりが決まる、篠原の外、須波のまくりが決まるのか、インコース抵抗できるも須波が2番手で上がってくる、先頭4番の松尾、須波が接戦。3つ目の準決勝戦第11レーススタートしていきました。30のスタート、有吉が前まで行くんでしょうか。有吉好スタート、3番の永田までスタート叩いていきました。荒尾が外からかましていく、6番の平田もインコース、7番の岡部にチャンスが出てきた、8番の荒尾5番手、5番の有吉が6番手、前が壁になっているが、平田のインコース狙ってくる、狙ってくる、荒尾聡が3番手奪います。ここで飛び込んでみせた8番の荒尾が冷静沈着に、さあ車を内に向けて一気にかわしていく、平田がその後ろ、レースは残り2周です。6番の平田、その後ろは5番の有吉が5番手位置になりました。3コーナー飛び込んできた8番の荒尾が先頭です。最後の直線、荒尾聡人気に応えて3連勝ゴール。準決勝戦スタートしていきました。スタートどうか、増崎が出ていくのか、6番の岡松がスタート立ち遅れましたか。インコースから4番の早船、そして落ち、インコース切り返す、7番の増崎、作戦成功か。一周の3コーナー、急な雨を味方につけたのは7番の増崎陽介か。レースは3周目、1コーナー入ってこれるか。7番の増崎まだ入れません。3番の田中将暉が先頭を奪いました。その後ろ4番の早船、松尾博文は5番手で上がってくる、人気対抗格3番田中将暉、そしてスタートいった7番の増崎、3番の田中将暉に仕掛けるのか、7番の増崎2番手守るのか、4番の早船がまくったまくった、このまくり届くのか、7番の増崎は抵抗するも4番の早船が伸びてきた伸びてきた、3番田中将暉。昨日行われました準決勝戦ダイジェストでご覧いただきました。